お金持ちによる支配の社会になってしまった。でどんどんその人たちが貪欲ばかりは強いから、自分たちのところに取って取って取りすぎて、金の卵を産む鶏が殺された、食べられちゃったという状況を作ってしまった。でもそのお金って何だろうっていうことを問いかけるのがベーシックインカムなんですね。つまり我々が生きていくための最低限のお金というものが我々に保障されてたとしたら、じゃあ僕たちはどんな社会を作るんだろうかっていう。で今年はベーシックインカム元年だと思うんですって僕言ってるんですけど、実はその去年そのスイスでエノ・シュミットさんがその国民投票、ベーシックインカムの国民投票っていうのをやったわけですけれども、できてからそのもう翌年ドイツ、そしてフィンランド、アメリカ、サンフランシスコ、さまざまなところでベーシックインカムの実験が始まるわけですね。今は風俗関係の仕事です。夢だった学校にも行きたくて、お聞きしたいんですけれども、はい、安倍さんは日本にベーシックインカムが必要だと思いますか？そうですね、基本的にはあった方がいいと思います。For struggle and civil war and all that what we will have, the thing 民主主義とかキャピタリズムは特定のグループが支配する金融支配じゃダメなんです。一つね、日本の医療費を除く社会保障費っていうのは75兆円が1人5万円。しかし、配偶者控除とか扶養控除とか控除類を除くと1人8万円。増税しないで支給できる。不安定な就労に苦しんでいる人、過剰な性別役割分業の中で、苦しんでいる人、あるいは障害を持っていて制度の狭間に落ちてしまって苦しんでいる人、根本の生き方さ、なぜ私たちこんなに苦しく生きているのかというところを変える、一つの大きな力がベーシックインカムにはあるだろうと。